ははい、えー、どうもこんにちは、えー、今回はですね、あのー、今持ってるねあのフェフナーのバイオリンベースのねちょっと使い方のねご説明をねしたいと思うんですよ。これ今持ってるのがね、あのーまあ、フェフナーって言ってもねこれ安い方なんですよ。 あの HCT っていう、えー、シリーズね、まあ、これ定価でもね12、3万円で買えるバ、うん、イオリンベースなんですよ、まあ、普通、ヴィンテージシリーズだとね20万ちょっとからまあ30万前後ぐらいっていうのが多いんだけど、まあその本家のねドイツで作ってる方の高いやつじゃなくて、えー、中国産の方のね HCT っていう安い方の、えー、やつなんですよ。まあ、安いっつってもねね結構作りりは、ね、ちゃんとしっかり えー、して,て、ね、まあパーツ関係は、まあ、普通の,、えー、その本家のね、えー、ドイツ製のパーツが使われてるんだけど、まああのー、作ってるのがね組んでるのが、まあ、中国で組んでるからね、まあ、ちょっとコストが、えー、抑えられてるかなっていうまあ厳密に言うとねあのその塗装の感じとかなんかもちょっと微妙に違うんだけどねあのー、まあヴオリンベースねフィブナーのバイオリンベースは、まあ、一部を除いてね あの,ー、そのなんていうかなウレタンラッカーなんですよ、まあ、あのー、極端にはねその HCT シリーズもエステルの、えー、ポリなんだけどまあちょっとテカリがね HCT はちょっとテカリがあるかなってでまあ僕はねちょっとこれ簡単に処理、えー、ちょっとね手入れてあるからねちょっと鈍い光になってるんだけどまあ、もうちょっと新品はちょっとテカテカかな。 まあ僕もそうなんだけど、あのーまあ、ビートルズ好きな人はね結構バイオリンベースポールが持ってるねバイオリンベースの形が、ね、好きな人結構いると思うんだけど、まあ、音もね、うん、ミュージシャンの人でも、あのー、好んで使ってる人いるからねジャズベとかねあのプレシジョンだとねちょっと出せないようなちょっと変わった音しますからね、うんまあ、あのこいつでしか出せない音もやっぱりあるからね。ね、うんまあ あの使ってるる人もいるんだけどでそれであの僕の仲間もねあの僕はいつもあの僕はねあのバイオリンシェイプのギタ,ギターとかねまあ、これ今ヤマハの VG スタンダードってやつだけどあのバイ全体でベースもギターもねあのバイオリンシェイプの楽器がね好きなんですよ昔から若い時から、うん、あの学生の時からね。うん でそれでまあ僕もバイオリンベースを使ってんだけどああの仲間がねうち、えーまあ、に来ると置いてあるからね「やっぱバイオリンベースっていいねなんかいいね」ってで楽器弾けない人でもなんかオブジェとしてね飾っていくにもなんか、えー、か可愛い,いって言うんでしょ可ねい感じがしてねだから欲しいっていう人結構いるんだけどで、あのーまあ、飾るだけでね、えー、30万前後のそのヴィンテージシリーズを買うのはもったいないからってことでこの。 HCT っていうやつをねこの、このシリーズをね、買おうかなって思ってる人結構多いみたいで、まあ最近はね、あのインドネシア産の、あのー、イグニッションシリーズってやつがね、出てるんだけど、まあそれはね、この HCT の3分の1ぐらいの値段で買えるんですよ。インドネシア産だからかなり安いんですよ。で、細かいことを言い出すときりがないんだけど、その、廉価版のシリーズだからね。えー、まあ 全てを求めることは不可能なんだけど、まあ、厳密に言うと何が違うかっていうと、まあ、イグニッションシリーズはあのこのセットネックの仕方がね、あのまあよくあるレースポールみたいな感じで、ボディにねネックがぴったり、ネックエンドがボディにぴったりついてるような感じで、ここ隙間が、ねえー、ないんですよ。うんで まああの初期のビートルズ好きな人はね、ポールがやってるみたいに、ここにストラップを通してね、あのあのピンじゃなくてね、ここへストラップを通してぶら下げる人もいると思うんだけど、あのイグニッションシリーズはそれちょっとできないんですよ。うん、あのストラップピンでやらんとね、あの通んない、ぴったりくっついてるから通んないんだけど、うんまあ、あとはまあそのピックアップの感じとかね、そのコントロールパネルの,このスイッチの感じとかが、まあ、ちょっと。 あのオリジナルの方まあちょっとグレコにあの70年代の,よ、ね、あのグレコにちょっと似てる感じなんだけどでもまあバイオリンベースはバイオリンベースだし安いシリーズでもまあ本家のそのフェフナーだからねフェフナーブランドには違いないからうんまああのー、いいと思うんですよ安いからねとりあえずバイオリンベースが欲しい人はあのいいと思うんですよえ中、ー、何回も言いますけどあの細かいことは、えー、気,にし気にしない人は あのーイギニッションシリーズねねいいと思うんでですよで、ね、僕もね弾いたことあるんだけど音ねあのー、いいですよああのーあのー、普通のバイオリンベースの音まあちょっと硬いかなとはあ思ったけどでこのね僕が使ってる h g シリーズもねちょっとヴィンテージシリーズ、あのー、本家の、ね、ヴィンテージよりはねあのー 硬いんですよとなぜかって言ったらあのこのフォローボディね中が空洞のボディなんだけどこの HC シリーズはねまあコンテンポラリーシリーズっていう風に歌ってある通りにねちょっとまあ現代的な音楽とかなんかにもねあの使えるようにってことでまあいろいろちょっと手が入れてあるんだけどまあその中にそのこの何て言うかなボディの中にねあのセンターブロックが入ってるんですよ。 うん。でまあ本家のヴィンテージシリーズはねあのー、全くの空洞のホローボディだからねあの,あのポンポンしたことは出るんだけどこの HC シリーズはね HCT シリー言いにくいね HCT シリーズ HCT シリーズはねあのセンターブロックが入ってるからねちょっと音硬いんですよ。うん。で僕はその,そのこのバイオリンベースでもねあまあ、ちょっと。 軽めのチョッパーをやったたりとかかもしたいからねまあそういう使い方する場合はねどっちかっていうとあの本家のやつよりこのタイプの方がねちょっとやりやすいかなっていうのはあるんですよ。で音もちょっと固めだからね。うん、うん、まああのビートルズのサウンドをね究極にあの掘り下げたいみたいな人はねやっぱりその普通のヴィンテージシリーズ買った方があのいいと思うんだけどまあいろいろ使いたい人はこの hcd ってやつねがいいと思うんでですよ、うん、でまあそれで僕も使ってるんだけどねそれでそのまあちょっと脳書き長くなっちゃったけどこのコントロールパネルのねオンオフがよくわからないってね言う人が結構いるんですよ。で確かにこのフェフナーのバイオリンベースのねオンオフのスイッチってねまあ変ちゃ変なんだけどこれね考え方一つであのー、まあ 文字が書いてあるね、ベースと、とあのバスとかトレブルって書いてあって、じゃあ、バスの方にス,、えー、スイッチ持ってくると、まあ、オンになりますわね。うん、で、トレブルだったら、あのトレブルの方あの、リアのね、ブリッジ側の方がオンになるっていう風に、普通は思うんだけど、これ実際はね、バスオン、トレブルオンの位置に持ってくるとね、音全く出ないんですよ。 あの配線がね遮断されますから音出ないえこれでね結構壊れてるなんていう人もね結構なんかいるみたいなんだけどねあのー、これねどうやって説明したらいいかなんていろいろ考えたんだけどそのフェフなあんまりよく知らない人にねこれあの、まあ、例えばねこの両方ともオフ状態になってるとするじゃないですか、うん、これねあのオフオフっていうかねこの文字書いてない方のオフの両方オフだとこれね両方ピックアップがね オンになってる状態なんですよ。だから、この時点で、ちょっと、あれなんか変だなっていうふうに思う人がね、いると思うんだけど、まあ、そこは、まあ、ちょっと、あのー、一番最初にね、あのー、この、両方ともこのオフ状態、オフで表示されて、オフで表示されてないけど、あのー、ピックアップの名前が書いてない方を両方持ってくると、両方オンになるってことをまず覚えておいてね。うん。で、これね、あのー、まあ、両方ともこれオンの状態。 だとするじゃないですか。何もね、まっさらプレーンで全く何も両方ともオンになってますよっていうふうに考えて。ミックス。フロントドリアが両方ともオン状態になってるよって何も、ただい配線されてるだけだよっていう。だからこう何も文字が書いてないっていうふうに考えた方がいいんですよ。両方ともオフだから両方ともオンだよ。 って考えるんじゃなくて、何も書いてないプレーンな状態だから、両方ともオンになってるって考えて。で、それ、それから、この、バスって書いてあるね、フロントピックアップの方をオンにすると、こっちしかならないんですよ。うん。バスだからね。低音強調って意味で、えー、これどうなってるかっていうと、バスの方をオンにすると、リアの方のね、ブリッジ側のピックアップがね、オフにね、切れるんですよ。遮断されるんですよ。うん。 で、もう一回戻すと、その、プレーンな状態で、両方ともオンになると。で、ここからね、ここからがミソなんだけど、スイッチがね、バスの方になってる時に、フロントピックアップだけになるって言ったじゃないですか。ほじゃあ、あのー、これ戻してね、両方ともオンになってる状態で、リアを、リアのボリュームをね、えー、絞った時と、えー、さっきのね、この、 フルになって、ボリュームフルになってる状態で、あのバスがオンになってる時は同じなのかっていうと、これ違うんですよ。これ、これがね、大事なとこなんだけど、あのこれどういうことかっていうとね、この両方ともね、スイッチ、あのピックアップが効いてる状態で、ボリュームがフルの場合は両方確かになってるんですよ。これ、まあさっき言ったみたいに、プレーンな状態ね、並列配線されてますから、両方の音が出ますよって形なんだけど、で、 この状態で、えー、ブリッジ側のボリュームを下げればねあの、フロントだけしかなりません。で、リアは、あの、ならなくなるんですよ。ねうん。これで、ほじゃあ、今度、あの、バスの方にオンを入れたら同じかって言ったら違うって言ったでしょさっき。これ違うのは、さっきの両方オンになってる状態で、ブリッジのピックアップを音出なくした場合は、あの、フロントピックアップそのまま音出るんだけど、こっちだけね。 バス、バスの方にスイッチを持てた場合は、こっちだけの音なんだけど、こっちに入れた場合はね、コンデンサーがかかってるんですよ。まあ普通あのトーンに使うね。うん。トーン回路がね、働く。まあフィルター、フィルターって考えた方がいいのかな。うん。これに、えー、並列にね、コンデンサーがかかるようになってるんですよ。だから、 両方ピックアップにスイッチ、両方ピックアップが入っている状態でね、ブリーチを絞った時の、こっちをゼロにした状態のフロントピックアップだけの音より、このね、バスの方にスイッチ持ってった時のフロントの方が甘い音がするんですよ。コンデンサー通してるからね。うん。その違いなんですよ。これ、だからね、どうやって考えたらいいかっていうと、まあ、戻して両方オンの状態でね、プレー、プレーンね。 素の状態、ね、で考えてバスの方にすると、重い音が欲しいわけだから、えー、とりあえずまあフロントだけオンになるで、さらにブーミーな音が欲しいわけだからね、バスって指定してるわけだから、でコンデンサーかけますよと、で音もねちょっと甘めにしますよと、バスなんだから、あなた、高い音はいらないでしょってことで、ブリッジの方を遮断するって、遮断するって考えた方がいいんですよ。 バスにオンにしたときは、低い方が欲しいときのスイッチをオンにした場合は、硬い方の出ちゃうブリッジをカットする。で、これ逆に、もう一回戻すね。トレブルオンにするときは、硬い音がその人は欲しいわけだから、じゃあ,あ、低い音がね、強調されて出るフロントピックアップの音はいらないでしょだから、フロントピックアップは切りますねっていうふうに。そういう意味なんですよ、これ。そうやって考えると分かりやすいでしょ 低音強調したい用スイッチ、高音強調したい用スイッチって考えるとね、分かりやすいと思うんですよ、すごい。うん。これをね、説明、あ、こうやって説明した方がいいなってことで、最近ね、僕の周りの疑問に思ってた人も、やっと分かったって言ってたんですよ、これ、最近の話なんだけどね。で、あのー、皆さんがね、よく説明するように、フロントピックアップを入れるとリアが切れるとか。 リアを入れるとフロントが切れるっていう説明だとねやっぱ分かんなくなっちゃうみたいなんですよ。で両方ともオフだとピックアップオンですよって言ってその説明だとね確かに僕も最初ねフェフナの配線、ね、あのグレコを使ってる時にあのまあ単純にオンオフじゃないですか。で僕はまあ途中でねフェフナと同じ配線にわざわざ面倒くさいような、ね、理解しにくいような配線に配線し直したんだけどまあ単純に、えー、よくあるコピーモデルみたいにオンオフになってれば 分かりやすいんだけどさっき言ったみたいにそのコンデンサーを通す通さないっていうね、えー、回路になってるからああいう面倒くさいって思われるスイッチをあえて今でもね、えー、今売ってるやつも同じ配線になってると。でフェフナーのバイオリンベースを使い慣れてくるとね結構単純なオンオフよりね使いやすいんですよこれ慣れてくると。 意味が分かってくるとね、まあ意味が分かるとか理解、えー、するとね、自分の中で消化しきれると使いやすいんですよ、このフェフナのスイッチって。だから、そのオン・オフじゃなくてね、最終的に、えー、ベースから出る、取り出す音があの低音強調したいのか、高音強調したいのかっていうスイッチって考え、ピックアップの切り替えスイッチって考えるから、結構分かんなくなっちゃう人がね、いると思うんですけど、うん、そのサウンドのね、 名前って考えた方がいいね。バス、トレーブルね。どっちを、どの音が欲しいのか。で、まあ、えー、ポールみたいにね、ポールはだい大い、えー、とこうかな。あの、フロントピックアップに、えー、コンデンサーがかかった時のね、あの、ポンポンした音ね、モコモコ、ブンブンした音。うん、で、僕もね、ブリ,リアピックアップはね、あんまり使わないね。うん もうほとんど僕もフロントだけです。フロントだけで、あのー、両方、こうね、両方入ってる状態で、あのー、リアだけ絞ってね、ゼロ。で、コンデンサーがかかってない状態のね、素のフロントだけの音で使ったりとか、で、バスを入れてね、それにフィルターをかけた音か。この大体ね、2種類でやってます。で、 あのー、こっち単体でね、リア単体で使うことはね、もうほとんどないです。で、それとね、もう一つね、あのー、この一番、えー、上っていうかな、この、これね、こっちのスイッチ。これがあのソロとリズムっていうスイッチなんだけど、これ、ソロにするとね、あのーまあ、ダイレクトにその出力、ピックアップのパワーがダイレクトに出るんですよ。まあ、普通のベースとかなんかと一緒に。で、ここね、 リズムねリズムっていう方になってくると抵抗がかましたやってね多少音量が落ちるんですよでさらにあ落ちるだけじゃなくて落ちるところへまたコンデンサーかけてあるから音もちょっと出力下がってでなおかつ、えー、コンデンサーをかけてあるっていうだからちょっと音も小さくなるしちょっとあのー、ちょっとブーミーな音になる、うん、で僕はあのー まあ普通にね大きいベースアンプで鳴らす時はまあ、このソロの方で使う場合があ多いんだけど結構ラインで撮ったりとかね家で使う場合はね部屋で使う場合はねこのリズムの方にね持ってって使う場合がね多いです、うん、だからね僕の中ではこのフェフナの3つのスイッチってね結構使いやすいんですよこれ慣れてくるとねうんそう思うんだけどねまあ、人それぞれで。 だからね、えー、僕はあの結構フェフの,このスイッチ構成と配線構成はね結構好きなんですよ。でねで僕の,、えー、その知り合いみたいにね、うんまあ、説明したから今わかるからね、うん、同じやつ買ったんだけどね、うんあのー、これから買おうかなと思ってるけどなんかよくわからないっていのあの人にね買う前に聞かずに買っちゃえばいいんだけど、まあ、いろんな情報を、ね、ネットで。 えー、見るじゃないですかでその時に「フェフナーのスイッチは面倒くさいよ」なんてい,いろいろ書いてあるから買う前にそんなこと聞いちゃうとどうなんていうのかななんて思うじゃないですか使ってるから教えてって言てね、えー、たまに言われるからねで説明するんだけどであの、まあ、ネットに書いてあるような説明をね僕も最初はしてたんだけどやっぱねなかなかね理解してもらえないんですよ。それであのさっっき言たたみたいにねトータルの出力 自分が欲しい音はあの低域寄りなの広域寄りなのっていう風で設定するんだよっていう説明に切り替えてからねあの理解してもらえるようになったんだけどね、うん、まあ,あの何回も言うけどこれからバイオリンピース買おうかなと思ってる人はねそんなにあのフェフナーのスイッチめんどくさくないですからこれ覚えちゃうとね慣れると楽ですから。うん で、まあ、あのかあの単純に説明すると、両方ともオフの位置になるとオンになるよっていう、まあ、その説明の方が分かりやすい、分かりやすいというか、分かりやすいんじゃなくて、説明しやすいから、みんなそういう説明にしてるんですよ、うん、ネットでもね、みんな。楽器屋さんでもね、やっぱりそのショップの人でも、そういう説明しますからね、これね、両方ともオフにしてるとオンなんですよって、そういう説明するからね、初めて買うと分からなくなっちゃうんですよ、これね。 取りり出したい音が、えー、てあバス、えー、強調型なのか、えー、トブル寄りなのかトブルまあ、そういうことね。で、まあ、一番僕の中ではね、えー、もう一回言うよ。一番扱いやすいのは、このバスの方にね、スイッチがいっててね、リアが働かない状態で、えー、コンデンサーね、えー、フィルターがかかった時の音が、まあ、僕の中では、まあ、ビートルズにね、ポールの音に一番近いんじゃないかなっていうふうに。バイオリンベースの あのそのいいところがね一番発揮できるポジションじゃないかなというのがこのバスの方によなってて、えー、とトレブル側が切ってある状態ねうん、まあ、これ人それぞれだからね僕はこのセッティングがね一番好きですでちょっとねあの音出してね違いをね脳書きばっかじゃいかんからね、まあ、実際音出してねこうだよっていうふうにねします ちょうはリズム側、ちょっとゲインを抑えた音で、ねちょっとえー、今日は鳴らしますね。えー、スイッチが、ね、両方とも上に上がっている状態、ねまあ、一般的に言われている両方ともオフだからオンだよっていう位置、ねえー、このプレーンな状態、ね、コンデンサーがかかっていない時の音、ね、両,両方ピックアップが入っている音、ね、にコンデンサーがかかっていない時の音、ね。 はい、えー、それじゃあね、で、今度は、えー、リアのね、ブリッジ側の、えー、ボリュームをね、ちょっとね、絞っちゃいますね。出ないようにして。で、えー、フロントだけの、えー、音ね。うん、さっきよりはね、やっぱり、あの、丸い音になるんだけど、あのー、 全くねコンデンサーかかってない状態だからね、えー、極端にはね違わないと思うんですよそんなにはねで今度はね、えー、バスをねオンの状態ねで、えー、さっき説明したみたいに、えー、フロントピックアップにコンデンサーが今度かかる状態ねでちょっと丸っこくなる音ねで、えー、もちろんリアは働かない状態ね <music> ねあのー、丸くなるでしょ、うんえー、これが、あのー、僕がね普段よく使ってるフロントピックアップだけで、えー、それにコンデンサーがかかった状態、ね、で、えー、リアは働いてない状態ね、えー、これちょっと試しにねこれ今リズムだけどソロに切り替えるとどのぐらい変わるかってちょっとやってみるね、えー、とまずねこれ、えー、さっきやったねあのリズム側ね で今度ねソロの方に持っていくね <music> まあ,あ単純にね、えー、このそのまま出るからね音がちょっと、えー、大きくなるんだけどねうんまあゲインがね上がるから、えー、ちょっとあのー、アンプによってはちょっと潰れやすくなっちゃうからねで、えー、僕がやってるみたいにラインで撮るときはリズム側の方がねまあちょっと あのソ,ロもソロで弾くときよりはね、ちょっとブーミンになるんだけど、これはね、あのー、オールマイラビングのね乾燥の部分を、まあ、あのフロントだけのピックアップでね、えー、コンデンサーがかかってない、えー、状態ねと、あのー、コンデンサーがねかかってる状態でね、ちょっと両方弾いてみますね。で最初に コンデンサーかかってない状態でやってねで次にあのかかってるバスオンの方のねでちょっと引いてみますね。 はい、えー、そういうことですけど分かったこの説明 <laughs> 分かったこの説明でうんまあ、えー、いろいろ細かくね、えー、細かいことを言わずに、まあ、スイッチをいろいろ切り替えてみて、えーまあ、新しくねバ、えー、イオリンベースを買った人は、えー、そのどっちを入れたらこのオンだよこっちがオフだよって考えずにね スイッチをいろいろ切り替えてみて、自分の好きな音が出た位置が一番いいわけだからね。最近はね、あの僕も YouTube の、えー、このチャンネルの方はね、コメントね、かけれないようにしたいのは、まあ、ちょっと理由があるんだけどね。あの、まあ、ネット荒らしじゃないけどね、そコメントで、まあ、誹謗中傷とかね、まあ、僕だけに、あの、まあ、あの好みがあるからね、まあ、人間、こいつの喋り方が嫌いだとかね。 こいいつのもののもも考え方はななんてあるじゃでですかやっぱ誰でもねだからアンチの方がいるのも当たり前だしねそんな毎日何万という人が見てくれるわけだから僕の,あの動画でも、えー、トータルやっぱり万、えー、の人が見てくれてるわけだからあのー、なんかいろんな方がねおられますからねそれはその人の、あのー、感覚だからね、えー、いいんですよそれは。 だけど、そのコメントを書くときに、ね、いや、こうじゃないと思うよとか、ここ、こうの方がいいじゃないかって言ってくれる人だけじゃないんですよ、やっぱりね。なんかね、ちょっと、いや、この人やばいなっていう人もいるんですよ、中には。うん、で、なんか、この人は、あのなんかこう、文句言いたいだけだなとかね、野じを言いたいだけだなっていう人もいるんですよ。で、僕もやっぱりね、知り合いに頼まれてとかね、仲間内でちょっと説明してとか、まあ、人が、その、僕だけの、 発想でねやってるじゃなくていろ,、まあ、いろんな人が携わってる動画もあるじゃないですかそういうのにねなんか変なこと書かれたりするとまあその僕以外の人もねその仲間でもやっぱり嫌な気分になるからあの書けないように今はしてあるんだけどねで、まあ、YouTube で収益を上げてどの子のなんて結構みんなあの頑張ってる人もいると思うんだけどあの厳密なこと言うとコメントも書けれるようにしてね あのグッドだとかダメだよとかねそれプラスコメントもかけれるようにした方がその YouTube のその利益を追求するみたいなことを考えてる場合はねかけれるようにし,しといた方がね得なんですよやっぱり細かいこと言うとねでもあえてそれをコメントかけれないようにしてるっていうのはやっぱりその傷つく人とかね嫌な思いする人がやっぱり周りに僕の周りにも。 出てきちゃったからね。それでまああえて書けれないようにしてあるって事。これ、ね、あのブログでもね。たまに質問されるんですよ。コメント書けれないだから、あの youtube の方の,の書き込みはできないけど。まあ、常連さんはあのブログの方にね。まあ、僕いろんなサイト持ってんだけど、あのそっちの方にね。あの質問してきたりとか、あのいろいろやり取りしてるんですよ。 で、で、あのー、たまにね、その質問をもらった時の内容で動画作ったりとかもしてるんだけど、うん。まあ、とりあえず今はかけれないと。うん。だから、あのー、コメントもね、あのー、ブログの方に対しての質問のコメントとかなんかも、まあ、同じ内容の場合はね、がたくさんある場合は、まあ、 えー、全員にコメントするの大変だからね。まあ、そういう場合は何も返信せずに、そうすると表示出ないからね。で、まあ、あの動画にして、えー、説明しちゃおうっていう場合があるんだけどね。まあ、ちょっとマニアックな質問に対しては、一応コメントも返して動画も上げてっていうパターンでやってるけど、まあ、あのコメントの返事が返ってこない場合は、まあえー、動画になるなと思ってもらえればいいと思います。だからね、あの わかんないこととかね、まあ、僕の僕の中でねわかる範囲内では一応、あのー、お答えしますからね。うん、でまああのー、できそうだなっていうやつは動画にしますからね。うん、だから、まあ、ちょっと疑問な点とかねわかんない人とかね、まあ初心者の人ね、マニアの人は別だからね、またまたこれ細かいこと言うと、そうじゃねえだろうみたいな人もいるからね、やっぱりね。うんだからまあ もし分からない人はね、初心者の人を大歓迎ね、なんか質問あったらね、ブログの方にまた書いておいてください、ね。で、まあ、いろいろねその、迷惑かかるといけないから、返事しない場合の方が多いですから、で、動画で、ご返事っていう感じを取ってますから、うん、だから、あの遠慮なくね、ま、え、ブ、ー、ログの方ね、まあ、インスタとかなんかの方でもいいけどね、やってるからね。 こっちの方にね、質問とかも、ね、書いてもらって結構ですから、ね。うん、はい、えー、そういうことで今日はねフェ <laughs> フナーちょっと長くなっちゃったけどねフェフナーのバ、ね、イオリンベースのね、スイッチの使、ね、い方について、ね、ちょっとお話ししました。